大野あたりの暮らしとかは、やはりなかなか買い出しにも行けないとか、でどうしても大野あたりで取れたものを保存して、その中でこう暮らしてやっていくっていう皆さんの知恵だったりっていうのがたくさんあって、春夏秋に山菜を取って保存、塩漬けして保存したり、芋っていう野菜とかを放っておけば、春までもう保存は可能なんですよ。どうしてもちょっと保存してあったから、この辺とかちょっと腐っているものは落としてもらって、実際にこれぐらいの大きさ、生姜みたいな感じで、こういう感じで切ってもらったら、同時ぐらいにでも同時に出来上がる感じで作ります。本当シンプルに塩と醤油と大根で、大根の旨味をどんどん足していく感じですね。さえ入ればもうスープっぽくなる。大根も体にすごくもいいから、スープだったらたくさん食べてもらえるから、皆さん体に栄養素をちょっと取り入れてもらったらなと思って。じゃがいも茹でるときは基本ちょっとしっかりめの塩の方が絶対美味しいと思います。目安としてはミニタブ以上というか、伸ばせる状態ぐらいまで持っていくので、お待たせしました。お疲れ様でした。
でもやっぱり皆さん気軽に、主婦の方とか多いし、気軽に作れるように、でもちょっとイタリアンの食材とか入って、あの少し豪華でパーティーとかで出せるような、なんかそういうものが作れたらなと思って選んだのと、冬の食材で保存してあって、家にはたくさんあるけどどうしたらいいかなっていうようなものを使ったような料理を今あのメニューに入れてみました。あの冬の食材っていうものを通じて、なんか女方にを伝えれたら、あのよかったかなと思って。